要は、今日どこで誰が何をどのようにしていたっていうことを報告せないかった。それ以外やったらただの噂話やけん、もうそれやったら口出さんほうがいいと。あ、これ話す場合、まだ話す材料じゃないなっていうことなわけ。今みたいな話。大橋のどこどこっていうお店で、その自分がたまたま寄ったんで、ちょっとこう、どんな感じかなって言ったら、こういう表示があって、例えば分かりやすいなと思いましたとか、とか、こういうことやけん、これ、これはちょっといただけないなと思いましたとか、そういうちゃんとね、その、どこで、どこで、なんていうの、こういうのって、5W なんとか H とかなんか言い方があると思っちゃう。英語で習わなかった。ファット、ホワイ、ハウ、なんかあるかな。5W、なんとか H って多分あると思うけど、ハウとか始まるとかいうので、多分英語であると思うんだけど、そういうの。初めて聞く。いや、聞いたことないですやね。ろ？で、それを、そういうのを考えながらものを言わないかと。電話の応対と一緒だ。誰からかかってきたかわからんの。この間いっぺんあったろ？名字だけしかわからんけん。その後のあれがわからんって。たら、まず電話の応対が取れんかったのと一緒で、今のも、私に報告する場合、噂話の領域やったら私にしたらいかん。無駄な時間なんですよ。今みたいな報告は、もう、それはもう、小学校の低レベルの報告。もう子供やから相手してあげないかぎり、親は、そうね、とか報告、挨拶相手するレベル。今の話だったら、まだ私には報告できる段階じゃないと思って自分は言ったらいかんっていう段階。見てこな、ちゃんとそれは。言うために。っていうことよ。だって何も聞いたって今の何の話だったって話だ、結局。ダメ、それじゃ。会話っていうのは、ただそれでなんとなく話せばいいっていうことじゃない。もう全然それができてなかったら言う意味がないと。もうそれは井戸端会議のおばちゃんの領域、それ。その話は必要ないと、それやったら。もっとちゃんと伝えるためには、要するに、ちゃんと見て、見聞きして、自分がどう感じたかを、ちゃんと自分なりに掴んだところ。だけどね、例えば、テレビとか見よっても、買い取り屋さんがものすごく宣伝しよったりとかするっちゃ。だけど、あ、ここって、じゃあ福岡にもあるのやったら行ってみようと思って行くわけよ。だから実際やっぱこのぐらいの価格やったとか、こうやったとか、ああやったとか。今、入って1ヶ月、2ヶ月、ね、なったかな？ 2 ヶ月なったよね？なら？あった？ぐらい？多分2ヶ月ちょっとぐらいですね。ってことで、だんだん見よったら、今自分がしよう仕事に似たような業種とか、なんかいっぱいあるねーっていうのが多分世の中見よったら見えてきたと思って。そして見に行くのであれば、そして私に話すのであれば、そこがちゃんと整った話をせんと、つまり、うちのお店ではしてなかったこと。で、これはいいなと思って報告するのか。もしくは、こういうのがあったけん気をつけないといけないと思ったのか。その、プラスの材料、ペケの材料。もしくは、うちと同じようなことをしてたイコールの材料とか。何か報告の仕方があるはずや。わかった。電話の一番最初に失敗した時と同じことよ、これって。今した話は、実は。問題じゃなさそうやけど、実は、いや、とっても会話の中に問題があるわけで。いい？だけちゃんと見聞きしてくるのやったら、それをちゃんと、プラスの話なのか、マイナスの話なのか、何かもっと他に意味がある話なのかをちゃんと順序立てて、客観的に取材してきて話さ。よ。わかった。これが、できんと、上には進めない。そのための話で、いろんな目利きな目、目線の話をしようとよ。噂話しようわけでもなんでもないと。